皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は1950から60年代に開発された奇妙な家電を集めてみました。昭和30年代、三種の神器としてテレビ、冷蔵庫、洗濯機が大々的に宣伝されました。今ではどの家庭にも欠かせない家財道具となっていますよね。そんな三種の神器の陰で歴史に名を残すことなく売り場から消えていった家電製品が実はたくさんあるんです。そんな珍品家電、早速見ていきましょう。まずはこちら、懐かしのダイヤル式電話。なんとダイヤルが2つついています。会社で両側から使用できるように考えられた商品です。毎日新聞東京本社には現在でも保管されているそうです。ただ気になる使い勝手は今一つだったようで、あまり需要はなかったみたい。ところで、ダイヤル式電話といえば、黒電話、なんと2022年9月に、国立科学博物館が選ぶ未来技術遺産に登録されました。当たり前のように使っていた電話が遺産になるなんて、自分まで化石になったような気分です。続いてはこちら。これはなんと、自分で担いで振って洗う洗濯機。なんです。洗濯機がまだまだ庶民には高嶺の花だった昭和31年に売り出されました。翌年の昭和32年に改良されて発売されたのが手回し式の手動洗濯機で、30万台を超える大ヒットになりました。他にもたらいに突っ込んで回すポータブル洗濯機も販売されました。その後さらに開発が進んで振動式が発売されました。うるさいとか量を洗えないとか時間がかかるということで、その後渦巻き式が主流になっていきます。続いてはテレビリモコンの前身、無線の信号を送るとテレビ側の機械のワイヤーが連動して「いいガシャッフいいガシャッフ」とチャンネルを回す仕組みです。高卒初任給が6700円の昭和34年に2万2000円で販売されました。まだテレビも完全に普及していない時代でしたから、買うのはよほどのお金持ちだったのでしょう。こちらは日立の電気スリッパ。コードがついていてコンセントに挿すので、もちろん自由には歩けません。食卓家電にもいろいろと知恵が絞られました。東芝スナックさん、これは何ができる機械かというと、トーストとホットミルクと目玉焼きが一度にできる商品です。ただ実際にはミルクが温まってトーストを焼き、目玉焼きを焼くまで8分くらい、朝の忙しい時にじーっとこの機械の前に座ってないといけなかったとか。キッチン関連はまだまだあります。ウォーキング式トースター、食パンがトースター内のヒーターのトンネルをこんでゆっくり焼かれながら運ばれ、最後は皿の上に自分で落ちるという凝った様式でした。次は扇風機。ご覧の通り羽が2つついていて、1台で2台分の働きをするものです。こちらは一見普通の扇風機ですが、羽の部分が軟質ビニールでできています。扇風機に指を入れたら危ないと何度言われても、くるくる回る羽に誘われて無意識に指を入れてしまうんですよね。ちなみにビニールでも結構痛いそうです。さてこちらは早川電気工業が発売した商品、シネマスーパー。見た目はテレビですが、実はラジオ。また松下電器産業からはテレビ型のストーブも発売されました。当時テレビはまだ高嶺の花、テレビがいかに憧れの的だったか分かりますね。勉強時計、試験に強くなる勉強時計というキャッチコピーで販売されました。10から60分でセットした時間が来ればチンとなる仕組みです。右端の時間割が2日分あるのは予習と復習をするため、夜中の2時になればすかからかついえ自動で変わる機能があり、考え抜かれた設計でした。パーソナルファン、勉強用、天井から吊るして風を送るタイプの扇風機。何故勉強用なのか少し疑問ではありますが、カタログによると涼風の中で楽しく勉強、成績も上がりますとのこと。蛍光灯スタンド、
花電球漬け、昭和32年に女学生向けとして発売されました。チューリップの中には豆電球が入っていて、花びらの中でほのかに点灯したそう。花の色は赤、白、黄とバリエーションがあったそうです。テーブルこたつ、万能型、これ一台で掘りごたつ、勉強机やテーブルの下に置いて、即音機といろいろな使い方ができる便利さが好評でした。今回は昭和の珍品家電を振り返りました。暮らしの質を改善しようと奮闘していた開発担当者の思いが見えてくるようです。当時家電製品は今と違って、なかなか手が届く値段ではなかったですよね。サラリーマンは頑張って働いて、ゲップで一品揃えよ。メーカーは生活を便利にさせようと、お互い頑張ってた。そんな昭和30年代の時代の勢い、そういうものを感じていただければ嬉しいです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回取り上げられなかった珍品がまだまだあると思います。皆さんが知っているものがあれば、ぜひ思い出を教えてください。この動画で懐かしさとともに、あの頃の活気や夢にあふれた時代を思い出していただけたら嬉しいです。これからも懐かしくて元気が出る情報をお届けしますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。